世の中のさまざまなスポーツカーを暴走機関車55大二郎が毎度多彩なゲストを迎え、その車の歴史とともに爆走してきたイカス乗り物天国。しかしもやスポーツカーシリーズも頭打ちということで、今回は世界に2台とないスペシャルビップカーに大試乗。普通の車じゃ満足できない55はとんでもない代物を用意しちゃったんです。いやもうね、55のね、もうスポーツカーシリーズもね、もう悪いネタ切れ。その代わり今回はね、番外編だ、番外編すごいぞ。はい、ビップカーこれですよ。東京オートサロンの展示会場でひたすら得意な光を放っていたのがこのビップカー。これね、一応アリゲーター2って名前だけどね、これオートサロンで出たやつね、6輪車ね、これはすごいよ。ちょっと普通じゃね、何の車か分かんないでしょ。そもそもあの子供のミニカー の、うん、のアメリカのほらドラッグマシンがクラシックでかっこよかったんで、うん、前とりあえず伸ばしてみよう。伸ばしてみた。ドラッグマシンみたいに伸ばしたらくちばしが伸びちゃうんでかっこ悪いんで、うん、タイヤを前にもう一つ持ってきたら きっとかっこいいだろうと。ああなるほどね、はい、しかもこれマーチだからこれ FF 車だよ、FF 車だから見るとこれがいわゆるノーマル、これ駆動輪で、これがね、これ駆動輪だよ、はい、駆動輪、これ駆動輪で後ろは普通のリアでしょ、これ駆動輪がハンドルまで切るんだから、これにまた連結して前を切らないといけない、うんね、ほら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 ちゃんと切れるんですよ、一緒に同調して。多分ね、もう一個の前にねステレンギャップついてるのをね、これどっかで連結してるんだと思うんだよ、ね、連結していろいろこういろいろ前を連結してこれ切ると向こうも一緒に動くようになってると、はいね、とりあえずどこにもない形っていうんで、うん、まあ、 あの、うん、クラシックなんだけど、あのほらちょっと今風っていうか、ね、うん、ちょっとモダンな感じにあの作ってみようと、うん、まあちょっとコブラっぽいっていうか、うん、あれなんですけども、そういえばコブラっぽい感じもするねもアメリカのデザインが最先端でね、であのレトロのモダンって感じだね、これ本当はそんな感じする、うん、だからレトロっぽいけど古臭くないっていうね、なかなかこれ、ね、ありがとうございます、なかなか大したもんですよ、ありがとうございます。いやちょっとね、六本木までちょっと行きますけどね、はい、今日はどうかな、なかなか六本木って知ってますか、はい、なかなかいいですよ、はい、もうこれぴったりですよ、こういう車には。お願いします。ちょっと持ってると普通ですよね、はい、でもなんか重いでしょう、うん、ちょっとね、フロントがもう重いですね、はい、やっぱりね、うん、表で見るよりそんな長さは感じないでしょ、感じないよね。まあ、マーチ自体がね、もともと短いからね、これがあっても普通の乗車と思えば、まあ、ね、はい、ね、それほどじゃないですね、はい、で一応ボンネットだけの長さがだいたいセルシオぐらいはあるんですよ、うん、で そこから先にあのノーズコーンがあるんで、うん、そうだね、はい、そして55を乗せたビップカーは六本木ヒルズへ突入、よいしょ、道路スの人がいますけどね、やっぱりね、道路スがいて、アリにこれ負けてねえけどね、この車、アリゲーター2はロールスなんか負けてねえぞ、こっちも全然すごいぞ、畜生め。普通はね、すごいの止まってますからね、これね、ですよね、まあ普通そこら辺のね、あの生産者で負けませんよ、これカスタムカーは、うん、所詮でね、もうね、ポルチェだろうとフライだろうとね、なんだろうとね、所詮ね、ノーマルですから。社長、すごいじゃないのこれと、早速地元の人も注目。撮ってるよ、お前、写真。撮影撮ってるよ、お前、撮影してるよ、お前。ついでにゴーゴーも一緒に記念撮影。でも主役はこのマーチです。何ですか、何ですか、もうロシア人綺麗だね。What for this car? Are you Russia? Yeah. Moscow? Moscow? What car is it? Which is the brand of this car? Nissan March. Nissan? March, custom made. 特に外人が来て、外人がこういうのって。ね、六本木は外人の街だから、六本木では絶対受けるよ。うん、日本人だとね、ちょっと分かんないけどね。日本人はこう隠れて見るからね、こうやって。外人は、おー、ナイスカーって言うからね。グーでしょ、グーでしょ。アプリ外人さんの注目を集めたところで撤収。とてもベースが100万円程度の車だとは決して見えないところがかっこいい。よいしょ、
いやなかなか目立つよこれは。さすがにもう六本木銀座ちょっと人出たくないけどね、もう六本木なんかの外人にはもう大受け、ね、これはねほんとかっこいい、ね、そしてねやっぱ運転してるとね全然いいんだよ、もう違和感なくて誰でも乗れる、女の子だって乗れる、もうねぜひね、はい、ぜひこれね、はい、僕ね日本だけどね、はい、アメリカ、はい、アメリカですよね、景気から、はい、アメリカでね注文取ってバンバン作ったんですよ、はい、どうもありがとうございます。こんなもんで、はい、行きましょう。じゃあふうさん もう今日仕事終わったからな、これが銀座だよ銀座、着替えて飲み行くんだ。社長お車が来ました。お来たか、よしじゃ行っていくか。おー来てるな、今度俺車変えたからな、今度はお前ビップだぞ。いや今度運転好きだからな、次の俺も。おー大輔か。約束通り迎えに来ましたよ。俺らしかしなんか真面目になってんな、はい、これなんだこれ。これ車なんだよこれは。予告して作ったのセルシオです。セルシオ。ここでゴーゴーはと思い出した。2年ほど前に大輔商店へお邪魔した時のこと。お店の隅にハリボテのヘンテコな車を発見。なんと元はセルシオだということに驚いたが、よく見ればボディはベニヤの板だし、延長したフレームはとてもじゃないがクラッシュテストに合格しそうもない代物。こんな車が走るわけねえだろなんて鷹をくくっていたゴーゴーだったが、なんと2年の時を経て完成してしまったんです。名付けてセルシオ55大ちゃんスペシャルビップ。もはや車というよりもボートか宇宙船のいでたち。幅は 0.4m、 長さは 1.8m、 延長というお化けセルシオが誕生した。まあ、みんなが笑ってくれてもらえる車ですね。まあ、見た人が車の興味のない人もなんか笑ってくれればいいかなと、そういう車として作りましたね。あとはまあタイヤをとにかくなくしたかったんで、タイヤがないとこう浮いて見えるかなっていうのが宇宙船みたいな感じのイメージで作った感じですね。一応これ電動なんですけど、これ使ってるのはパワーウィンドのモーターで、ガラスを外してただそこにワイヤーをつなげてやってるだけなんで、まあ素人の人でもやればできる。2年前から製作して骨だけは作ってあったから、ちょっと正確なあれは分かんないんですけど、今回のこれまあ土台だけ生かして作り直すので、だいたい2週間ぐらいでできましたね。なんてプラモデルみたいなもんですかね。イメージは。だからまあ本格的なとこもあるんですけど、素人の人でもやる気になればできると思うんですけど、多分誰もやらないかなと。やっぱりビップには運転手付きということで、早速戦争に着替え、いざビーズクラブへ。そして出発。出来たてほやほやのマシンを所長公開に出すも、いきなり難関が立ちはだかる。左右スレスレの道幅を慎重に移動。もしかしたら道に出れずにリタイアなんて心配をよそに、ゴーゴー専用ビップカーは難なく90度カーブをクリア。意外と小回り効くみたい。なんか特撮映画の撮影車両って感じ。広い道路ならまだいいけど、路地裏に入るとこの通り。ご迷惑おかけしてます。高速道路の料金所も無事突破。まさかこれがセルシオだと思ってる人は誰もいません。これどうやって乗るんだよ。お、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいなんて、お前神妙だぞお前。さすが。おお、お、これすごいじゃないかよこれ。乗れますか。やっぱりビップはいいの。ほら自分で閉まるぞお前。はい、あ、まあでもいい、はい、OK です。いいっすね、やっぱり俺の新しいビップ。ビップはやっぱりビデオついてないとな。やっぱてめえのビデオ見ながらさ、これから銀座だからね、ゆっくり行けるよ。やっぱりなビップはいいね。じゃあ運転手君、
はい、そうそう銀座行こうか。はい、行きますか。今日は楽しいぞ。はい、出発します。あれ、あ、彼女、彼女、ちょっと、はい、ドライブかな、ドライブ。いいんですか？ドライブ行かない？本当にいいですか？これすごいよ、僕のビップカー。ちょっと、乗んなよ。はい、これもスペシャルシートだからね。これもう、彼女用のスペシャルシート。はい、ね、やってもらいました。よし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 、楽しいよ、今日は。ドライブ。この子が乗せるの、女の子も初めてだからな。本当ですか？うん、初めてだから。いいよ。じゃあ出発します。行ってきます。はい。まあ、ハトバスツアーみたいなもんだな。そうですね、なんか本当に観光してみる、ねね、これはね、ほら、皇室用の沿道にこう手をこう振って行きましょう。もう、鮮魚の岩の目運送のもう運転手さんもみんなニコニコだね。やっぱりね、これ見る人はどうだい、ナイスカーショーナイスコーンいいねいいねでっかいだろ。これセルシオ、トヨタセルシオ、レクサスカスタム気をつけて。 OK、 これ乗んないもん、これ来とくれって言ったら、これ、ね、乗んないからこのジャフのね、ジャフの労働台には乗んないからこれ乗らないです。やべえぞこの車、逃げろって。おっす、もう見られることに酔いしれているマゾナ55 そして銀座のメインストリート、銀座三越前に到着。いや、三越すごいね、出世したもんだね。銀座の中央通りをビップカーで、ね、走れるなんてね。タクシーのおっちゃんから仕事帰りのサラリーマンまで、なめるようにセルシオ業種、とにかく異様というより異常。そこら辺止まるからね、どっかでね、止まれるところでね。やっとのことでタクシーの列の隙間を見つけ路上駐車。やっぱり銀座はいいな、ネオンはいい、ネオンはいいね。ある意味未確認飛行物体にも近いこの車に、男も女も関係なく視線が集中。これと銀座通りを、いやー、やっぱり銀座だぜ。六本木と違うね、このネオンのこの上品さが。そして再び出発。いいでしょ。これ同じセルシオ。セルシオだろ、ベース。セルシオ。それとこっちの方がかっこいいじゃん。ネオン街に似つかわしくない車が爆走中。なんかやべえぞ。やべえよな。見るな、見ちゃいけない。ちょっと飛ばないね、これね。どっかって海を走るかもかんない。ボートみたいでしょ。水陸同様。あ、これもヤンキー仕様じゃないか。これもヤンキーです。そして最新目的地、ゴーゴー行きつけの飲み屋街へ侵入。お待たせ。お待たせ。よし。じゃあ、あと車待っていて。ね。ちょっと今日、一発飲み行ってくか。まあ、久しぶりだ、銀座は。あ、どうも、お待たせ。どうも。じゃあ、後でまた呼ぶからな。後で。やり。よし。
今日は楽しいよ、こんばんは。行こう行こう行こう。はい、行きます。じゃあね、またな。スーパースター。スーパースターで。コロナ禍でね、ちょっと俺でもね、お気に入り、これやっぱりね、銀座六輪車だね。しかしね、もう一個あるんだ、もう一個は、ね、意外とね、協定。これのね、これのね、ドリフト、なかなかいつも、ね、路上ばっかり走ってるから、ね、まあ、飛行機もいいんだけど、飛行機スピード感ないから、協定はスピード感あるぞ、あれは、本当に。あれ意外とね、面白い。あれ、もう一個乗ってみたいね、あれ。